それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。ただ別に無難に済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ。俺がやるからには手は抜かねえよ。きっちり気合の入った仇に仕立ててやるって。いや普通でいいって言ってんだろう。おちょっと下がらまあ任せる。着いたぞ。ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入った。ああ。無難な線だとなんかパッ。それが仇ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道なら、おめえにピッ。うるせえな。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるがラペルがピーク。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし。よう。何笑ってんの。いや、やっぱ何着てもまるでかっ。ちっ、お前の見立て。分かってるって。いや、お前がどう言おうが俺はこ。え？おい、いいのか？全然。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。そっか。よし、わかった。そこ。何言ってんだ。あ？鼻から俺はお前の。ちっ、なん。付き合わせて悪が。ああ。お前、織田だ。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。よう、来たか。おだ。三が抜けてるぞ、おい。上司呼び捨てにする奴がどこにいんだ。大体お前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ？そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか。立場の不。バカ言うなって。俺以外の覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。
まあ何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせて。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、平たく言いや立ち退き料目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすとその占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手に出たら。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも占有屋は大抵ビル、占有屋はせしめた立ち抜き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。それじゃあその占有屋を力ずくで追い。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっち。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえとせんよ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。お、キリュウ君の名刺だよ。これであんたも。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまりなめた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席。ここは二人掛けの席だろうが。ああ、それともお前ずっとた他の席にしよう。当然。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。俺たちがそれくらい知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけ。わかった。いらっしゃいませ。ご注。ああ、そうだ。コーヒーを。いや、注文は連れが来てからにする。かしこまりな。お前先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待ち。そういうもん。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて
何言ってんだ。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどわきまえて。どうも山根さん、お久しぶりです。ああ悪いね小田さん、なんか面倒なことになっちゃって。うちの新人で桐生です。山根さんよりご依頼の件。へえそうです。立花不動産の桐生です。いいぞ、名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃ。そのだが残念。あまは桐生さんですか。こちらこそ。なるほど。お話聞く限り、はい、山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有、ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、せい早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万。それはまあ安く済めば。それにもともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで。お察しします。でもご安心ください。うちのキリ…あ？ヤクザの駅…いやこいつはなんていうか、ちょっと時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ます。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますか。それはありがたいんですが、いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやさすが立花。で問題のビルというのはどちらに。天下一通りにある。わかりました。あとは我々に。お話は分かったな。要するに、ま、交渉は俺がやるよ。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。こう、そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たって。なんだ。ひとっ走り貸し寄り。あ、相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃ。ああ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。よう、桐生君。ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいで。ここに戦友。ああ、それじゃ行くぞ。ああ、まあ見てな。この部屋らしい。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産の。立花不動産？あとこれ、つまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえな。あなた立野君？そうは言ってもね、このビルはもう。それをあんたがいつまでも。民法390。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、要するに俺は法律に守られてここにいる。硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの部。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって。立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って。てめえ言いがかりつく。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になん。だ、ヤクザ？なんだから。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。あんま調子に乗んなよ。それじゃ。最初はこん。ずいぶん荒っぽい交渉。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って占有屋はうちの交渉相手。本物の交渉は。はあ、結局向こうも金が目当てなんだよ。お互いぶっちゃけたら、あとはさっさと話しす。なんだこいつら。鈍いね桐生君。本物の交渉相手だろ。おたくらが立花不動産って人たち。山野井さんの。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょ。ええ、ま、それうちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退い。なるほど、その仲介料として。話が早いね。そうだな、700万ってところが。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょう。700なんて。ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あん、楽して儲けてんの。お互い様だ。今時の不動産屋はぬ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただ。へえ、どうや。もちろん力ずくでだよね。おだ。まあね、
でも新入社員の初仕事。いや、素人余計な手間かけさせる。その300万。あ、てめえら、こんな真似してただで、その面。お前らどこの組？登場会。太平一家。あいつの組か。うちを敵に回したこと、後悔。田村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。よりによって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶。戦友やらず。あ、はい。まだそのビルに居座るつもりなら。いや、あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻。いえ。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすかわかんないよ。今夜中に立っ。これがあんたのし。俺のじゃない。全部立花社長。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう？極道やるよ。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。うん？お前もしかして。そんな先のこと考えてねえよ。それよりこの後はどうする？ああ、問題の戦友屋は追い出した。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来た。セレナ？ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こう。案外気前が。まあね。その代わり、あのじいさんマイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。それじゃまた後でな。いやー、それにしてもが自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに。あれ、まったくだ。しかし今回は山の井さえいなくなればあのエリア一帯は娯楽王とまで。まあそうなるな。これで俺は今日はもう人を殴る気分だ。それに俺って器が広いからよ。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな。
もう二度と俺の前に立つんじゃないぞ。山之内さん。おい、しっかり。桐生さん。ああ、そんなこと。いえ、大丈夫です。わかった。すみませんね。ありがとうございました。いや、それは別に構わん。ええ、おかげさまで。大し…しかし…実は、うちを潰そうとしている連中がいましてね。そ…あんたを潰そうとしている連中？もしかして…え、桐生さん…さっき、向かう途中で絡まれてな。山の井を消すだの殴っただの。そうですか。一体何なんだ。娯楽王、パチンコ経営をはじめとした娯楽産業。ファイブ。今カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中。そんな奴らがいたのか。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天下一通りエリアを手。私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有。つまるところ金儲けです。現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさに彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を。物件を駒扱いか。だがその駒には懸命に働いている。もちろんだが、彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々やカムロ町という町のことを。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちが捨て。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思った。その時カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ、雑草一本生えない。私も長くこの町と共に生きてきた男、そのために抗ってきたんですが、さすがにこのロ。そう言わずにもう少し頑張れないのか。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返してむだが、ファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。このくそ。ん？一つだけ。なんだそれ。桐生さん。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も。もめ専用屋の件も私が手に負えなかったところを、あなたはすぐに。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば。も何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。俺には誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上。それにこの任務は不動産のいろはを学ぶ上でも、別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれこのまま。しかし別に俺じゃなくて。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに
なぜだ。桐生さん、あなた風え、あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって、そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず、風間慎太郎を親として、あんた誰か信頼できる人間はいないかと探す。立花か。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上で。ということはつまり。ええ、立花さんも あんた風間のおやすさんのことを知っているような昔ちょっとね、詳しくは言えないが、一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら、私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。うん、お願いできませんか桐生さん。今の神室町にはあなたのような男が必要なんです。わかった。ただもちろん。ちょっと下がら。とりあえずてめえ殴るわ。後悔するな。秘書のマリナです。ああ、ああ、
え？ガンガン稼ぐぜ。いい店になったな。この金でどうだ。おいお兄さん、頼んだぜ。お前に任せた。いい店になったな。ガンガン稼ぐぜ。ああ。うん。
いらっしゃいませ。いや。あれ、お客さん初めて？ああ。お好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦。よ。なんでお前がここに。行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気にな、レナ。あら、錦山君のお知り合い。あ、もしかしてキリュウさん。ああ、そうだな。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ、キリュウ。それにしても奇遇だな。ああ、まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだ。ならちょうど手間が。そういや、おめえさっき。相手は立花不動産の小田だ。先に来。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ。最初の一杯は私のおごり。もとも。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってく。おい、ユミにこの街でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ来た。なんだかキリュウさん、ユミちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。それにしても、どうする。いや、待つよ。先輩をほっといて俺だけ。ほん、のこれくらいで何言ってんだ。ただのマナー。その常識がねえ。ふん、ねえ、それならカラオケでもどう？え？いい。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。
つうかカラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんも来た。しょうがねえ。よし、そうと決まる。どうよ錦山君。だろ、だおめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃん。ったく素直じゃねえな。本当はおめえも。そんなわけ。それにしても小田ってやつ本当に遅いな。本当ね、事故に。いらっしゃ。太田。よう、元気そうだな。阿波野の兄貴。なんでここに。座ってろ錦山。こいつらに見覚えあんだろ桐生。その説はお世話になりました桐生さん。お前ら戦友やの。お前らが織田をやったのか。その前にお前はうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ東洋会に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おれ
錦。いいね、俺がこちらの片木さんと話してんだろうが、錦やめよ、ガキがシャシャリ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいっすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、課題の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んだら、美人のママも一緒にな。来いや、キリュウ。すぐに戻る。そんじゃこっちはこっちで楽しくやろや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えねえんだ。死に急ぐのは勝手だがよ。何つったってんだ。なんか勘違い。え？あんたらに詫び入れる気はねえよ。やる気などか。おれ。早くやれや。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを少女、俺の仲間が血流して。はあ、錦山とそれに立花不動産のお前の連れ。てめえ！何が？
てめえ。やるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。指示されてんだ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたな。おめえが立花不動産と絡んでろって聞いたからだ。わし、俺はよ、風間の頭が立花不動産を使ってどう思うか。あおめえごまかすの下手だな。立花不動産、そうか、まだ俺は何も言ってない。ねえ、いい、おめえの目を見る。勝手にやった。なあ、キリュウよ、俺に奴はうまいこと隠れ回ってるようだな。青にはおめえに泣く。俺はもう堂島組を抜けてる。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ風間だ。それともこのまま的にかけられていいか。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それもやってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。このままじゃあいつはおめえの。あんたからの一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。つまり朝まで考える時間ある。返事がねえときは。ママ、もういいよ。迷惑かけた。織田さん。キリュウ。すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、そらこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前これからどうする気だ。さっきの青野ってやつに、さっきおめえが下で暴れてる間、これから堂島組が組を上げてった。ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことが。よう、社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を。あんた黙ってろ。なんだと。
断りや立花の代わりに気流がまとりされる。組織ぐるみで追われる。だったらうちの社長が殺せ。てめえらが気流を巻き込んだんだろうが。よせ相手。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に、堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは。ただこうまで早く堂島組の幹部に目つけだ。阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人癖なんかだく。とにかく社長と話してみる。ママ電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが空の一つもの所有者を抑えりゃ堂島組と取引だといいがよ。社長小田です。ええ、それで堂島組の阿波野。はい、うちが空の一つ。社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでもう。くそ。悪くを。騒がせたな、ママ。怖い思い。うちの心配なんて。おい待て。キリュウ、おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時はまずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣の。バカ野郎、この状それでも